因果やん坊の死この大岡越前の神ほどの名奉行が20年間倹約中首を取っても飽きたらぬやつだとおっしゃったのは前に申し上げたとおり安倉重四郎に村井長安天一坊の3人中んづく天一坊のことについては一時は死を消したほどに苦心をしました。その元はととはいうと 八代将軍吉宗公が、まだ元六郎とおっしゃった自分、おそばに仕えて万事のお世話を申し上げていた沢野という女にお手がつき、解任をいたしました。ある日沢野は元六郎殿の前へ出まして。申し上げます。なんじゃ沢野。君のお情けをいただきましたが、解任をいたして、当月は五月にになります。さようか。 ただいまその方も知っての通り、まだ部屋住みの身の上である。後にこの方の身分の決まりのついた時に申し出ろ。相当のものに取り立って使わす。これは後日の証拠である。とおっしゃって、すぐに押したためになりました。お墨付き。男の子になれば取り立てて使わす。女の子になれば相当の手当を使わすという分位。それに見事な担当を添え、金子一みをつけて下し置かれましたから、沢野も喜んで押しいただき。 ありがたき幸せに存じまするしかし解任いたしてこの上一目に立ってはならぬから国へ引き取って平座を待つようにいたせそのうちには世の身の上も決まるであろうその上にて取り立てつかわす沢野も喜んでその後表向き病気と言ってお暇を取って和歌山の郷里平沢村におさんという母親がございますその元へ引き取りました 沢野からこれこれと話をしたから、おさんも喜んで、どうか男のお子様をおあげ申したいものだと、とつき10日の経つのを楽しんでおりました。そういうことを知らない近所の者は、沢野は奉公先で若侍か出入りの町人たちといい仲になって、子供ができたに違いないと噂をしていましたが、月満ちて産み落としたのは男の子。やれ嬉しいやと思ったかいもなく、 七夜も経たないうちに、その子が亡くなった。はっと思って血が上がったものか、沢野も続いてメイドへ旅立ち、泣きの涙で高生寺という寺へ葬りましたが、それがために、おさんは一時期気が狂ってしまいました。このおさんは、山一つ越えた向こうの平野村というところから来たものだから、というので、平野村の名手、新江門のところへおさんを送ってしまった。 新衛門も仕方がないから、座敷楼同様なものをこしらえて、これをおさんを入れておきましたが、いい塩梅にその狂気も治ったので、親切な新衛門、自分の隠居所の小さな家をおさんに与えて、すすぎ洗濯使い走りをさせ、村の者の情けによって月日を送っておりませるうちに、早ここに十二年、何のお話もございませぬ。完治 多殺と見せかけた老婆の死体するとこの平野村に観音院という修玄者があるこの観音院のせがれ同様になっている源氏坊業というものがおります中国浪人の菊池がしという者がこの子を抱いて観音院のところへ参り連れ合いに死なれて難儀をしているうちにその浪人も病の床につきついにここで病死いたしました。 官能院も自分に子供がないから、せがれ同様にして今日も教え、将来は自分の相続人でもするつもりで、開業という名をつけましたが、目から鼻へ抜けるような利口ものでございます。ある年、11月15日のこと、朝からちらちら雪が降っております。開業や、今日はお前の誕生日で、席の藩ができたし、西目もできているから、 毎度世話になるお三婆さんのとこへ持って行ってやんなさい。はい、お師匠様。そのつもりでここへ詰めておきました。そうか、よく気がついたのあの婆さんは感か孤独と言おうか、まことにかわいそうだ。一旦は気が狂ったくらい。もう他に頼るべきものはなし。ただお前が親切にしてあるものだから、我が子のように思って。毎度ここへ来ては、なんだかあの会業さんを見ると。 私は思い出しては涙が出るなどと言って、お前のことと言うと、何でも親切にしてくれるから、雪が降っていてさぞ寒かろうが、どうか持って行ってやっておくれ。承知いたしました。一日ゆっくり遊んできてもいいぞ。この雪では、今日は他に用はないからの。い,いえ、遊んでも参りませんが、酒が好きですから、尺でもしてやったら、ばあさんも喜びましょう。 ああ、そうしてやりなさい。支度をした会業、降り積もる雪を踏み分けて参りました、おさんの家。おばあさんや。おやまあ、海業さん、どこへお使いに行くのだい雪の降るのにご苦労だね。なあに、お使いに行くんじゃない。おばあさん、お前のところへ持ってきたんだ。おやまあ、そうかい。 何を持ってきてくだすったのだえ今日は私の誕生日だと言って、お師匠さんが席の班を炊いてくだすって、いつもお前を可愛がってくれるから、おばあさんのところへ持って行ってやれとおっしゃるから、私が持ってきたよ。そうかい。まあ、海行さん、ありがとう。本当に、お前を見るにつけ、思い出すも涙の種。またおばあさん始めた。 そんなこと言わずに、今日は寒いから、私がお酌をするから、お飲みを。ああ、ありがとう。すまないね。炉端へ西目を並べて、お三婆さん海業の酌で飲み始めたが、杯が重なるにつれて。酒飲みにはいろいろ癖のあるものでございますが、このお三婆さん泣き上ごと見えて、海業の顔を見ては涙を流している。おばあさん。 んだだって泣くんだいそれはねお前の顔を見るたんびに悲しくってしょうがないんだよ。というのはね開業さんお前は他人とは思われないから話をするんだがねお前さんは私の孫の顔によく似ているそれも幼顔だが目鼻立ちからその容姿おばあさん 私もいつか一度聞こうと思っていたんだがお前の孫というのはどうしたのだい死んだのかいああ生まれてお七夜にならないうちに死んでしまったんだよもし今生きていたらそれこそ大したものなんだちょっと外へ出るにも価値わかと多くの家来を連れて下に下にと言って歩くような身分うはっ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 は おばあさん、酒に酔ったと見えて冗談を言い始めた。お前の孫が下に下になんて、そんなバカなことを言って。嘘ではない。本当なんだよ、海業さん。私の孫というのはね、これこれこうこう、ここ。残らず話をしてしまった。話を聞いているうちに、前に乗り出した海業が。それじゃあおばあさん、何か証拠があるのかい ああ、あるとも私は今まで人に見せたことはないが大切にしまっておいたんだお前は利口者で手もかけるし読むこともできるから見ておくれ嘘でも何でもないんだよこの通りの品があるんだ渋紙に包んで天井に吊るしてあったのを下ろして塵を払って開業に見せたのは元六郎殿のお辞儀室で。 聖徳三年八月、玄六郎、沢野へ、顔が押してあるお墨付きに担当。鞘は金高蒔絵で、葵の文じらし。鞘を払ってみると、中身は正宗実鉄の一人、静三郎金光の鍛えたもの。おばあさん。大したものだな。なるほど、お前の言う通りだ。九郎様にでも何なさるお方だけあって。 私にはよくわからないが、お手がいいのだろうね。ああ、それは、操をよくお書きなすったということだよ。開業さん、どうかもう少しお酒を飲ましておくれ。昔のことを思い出したら、酔いが一度に冷めてしまったよ。おばあさん、そんなに飲んじゃいけないぜ。体に触るよ。そんなことを言わないで。 今日はお前の誕生日生まれた月を考えてみるとちょうど私の孫と同じ日に生まれたがお前の方はこうやって修験者になんなさるしお師匠様も目をかけて誕生日だと言って正義のご飯でも炊いてくださる私の方はその人がお茶飯になったかと思うとああ情けないことだ年寄りの愚痴に帰ったものか。 涙を流し仏間に向かって線香を供え生阿弥陀仏と念仏を唱えている様子後ろに座ってずーっと様子を見ていた海洋。ああ修焉者になってよくなったところで鷹の知れたものだどうせ危ない橋を渡らにゃ面白いことはできね今このおばあさんから聞いた話が出世の糸口俺のほかに訳を知っているもののないこの担当とお墨付き この品を俺のものにして悪魔邪神がかばってくれたら当将軍様と紳士のご対岸我が子だと一言でも言ってくださりゃたとえ天下の相続人にならねえまでも五十万石と百万石将軍様のご連青葵御門光らして御三家同様のお取り扱いあくん盛んにしゅよく行きゃ天下を握ることだってできるこりゃ一番大江戸へ乗り出してみてえものだと 開業も初めからそういう悪い考えもなかったのですが、精進罪なし、玉を抱いて罪ありと申しますが、おさんばあさんの話を聞いてから、にわかに企む不敵の考え。おばあさん、おばあさん。なんだい、開業さん。向こうの方から人が来るようだが、誰だろう。どこへさ。ほら、あの向こうの畑の方へ来たじゃないか。そうかい、どこへさ。 としきりに向こうを見ている隙を狙った海イが用意の手ぬぐいいきなり婆さんの喉へ巻きつけた。あれ海イさん何をするんだいというのも構わず両手に力を入れてぐーっと締めた。年こそ行きませんが男の力こっちは老婆ことに酒に酔っておりますから虚空をつかんでだんますま手足を震わせて息は絶えました。 死骸をばったり転がして。記事も泣かずば打たれ前に、お前が話をしたばっかりに気が変わった。お前を生かしておいちゃ本部隊へ乗り出すことができね。ばあさん、気の毒だが仕方がねえ。悪く思ってくんなさんなよ。誰かよく思う奴があるものではありません。このままにしておいてはことは面倒と、死骸をロバタへ引きずってきて。 頭を火の中へ突っ込んでおさんが酒に酔って自分で炉の中へ落ち込んで死んだように見せかけたのはあくまで悪災にたけた開業することに抜け目がございませんお墨付き担当の仁科を持っておさんの家を飛び出したがそのまま観音院へ帰るかと思うとそこは利口者五六軒村の者のところを遊び回って観音院へ帰ってまいりました毒殺自殺 周到なからくり翌日になって近所の者が気がついて開業がしたとは知らないから自分でロへのめって死んだものと思い名士の新右衛門が先立ちになって葬式を営みました沈ましたと思ったが開業それだけでは済まさない代を受けた師匠の官能院をキノコ汁の中へ毒を入れて毒殺をいたしましたのは後々の邪魔を退けるつもり これも、開業がしたとは心づくものはございませぬ。これまた、急病で死んだということになって、葬式を済ませたのは、剣士などという技術のなかった、まだ開けない昔のことですから、致し方がございません。名手をはじめ、村内の者は、開業に観音院を相続しろと進めましたが。ありがとう存じます。が、まだ若年の私。三、四年おまをいただいて。 国々を修行して、その上で戻ってまいりとうございます。それまでは村内の方ご一同でこの官能院お預かりをくださいましあくまで首相の様子にそういう悪事を企むやつとは知りませんから名手をはじめ村内一同はことごとく感じ入りいくらかの選別を集めてくれる旅の支度も十分に荷物の中深くにしまいましたのは お墨付きに担当の西名一同に別れを告げて平野村を立ち入れましたのは夜明け方にはまだ間があるから苦労ございますぺろりと赤い舌を出した源氏も開業村のやつらは甘いものだ俺が空涙を流して嘘をつきゃみんな一緒に泣いて騒ぐ始末もうこの先こんなところへ来る気遣いもなし守備よくいきゃ将軍様のご楽院うまく念願が成就したその時に よそながらこの村方いくらか恵んであれやそれで事が済むんだどうやら細工がうまくいきそうだぞ奇州の肩の裏へ来かかったのは夜明け方ドブンドブンと岸打つ波の音ワン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 けたたましい犬の吠える声シッシッこいつワン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 犬も異形のやつと見たが二三匹現れてきて吠えついてくるのこいつめ 何を吠え上がるんだ刺していた小脇刺し、抜く手も見せず、先に飛びついてきた一匹の犬の首筋をかけてスパーリと切った。キャンキャンキャンと言うと、くるくると回って、バタリと倒れる。後の犬はそれに恐れたか、吠えながら逃げていってしまいました。血を拭って鞘に収め、行き過ぎようとしたが。待てよ。俺がこれから出て行って、海洋の行方がわからねえ。 今度こういうことが江戸に始まったとそれからそれと調べられた時に生きていると思われると面倒だなうんそうだ何を考えたか着ていた着物を脱いで着替えの着物と着替え身につけたのは証拠物の2品だけ脱いだ着物所持の品物には残らず犬の血を塗りつけて磯そばたえ捨て小脇さしと犬の死骸はどんぶり海の中へ投げ込んでしまいよし こうしておきゃ俺は人に斬り殺されて死骸は海へ投げ込まれたと思うだろうこいつはいい知恵ができたものだ」と見栄を切りましたあわや海行の命は風前の灯火紀州を立ち退いた源氏坊海行それより便箋を求めて肥後の国熊本へ参りましたのはこうした離れたところでしばらく様子を伺おうというつもり 加納屋又助という菓子屋へ方向に住み込み、容姿同様になって、名も吉兵衛と改めて、あきんど姿。二十二になるまで熊本におりまして、貯めた金も五百両余り。それをもって加納屋方を暇を取り、それよりまず大阪へ出るつもり、天神丸という船へ乗り込みました。ところ、四国の花へ来た時に、南風に出会って船は覆り、 先導をはじめ、乗り合いの者残らず敵死いたした中に、海業の吉兵衛は、磯端へ打ち上げられて、身を全ういたしましたのは、あくまで悪運の強い男でございます。それから、足に任していくうちに、賛同にかかってまいりました。折しも正月の初め、雪は降りしきっておりますから、その寒いこと、雪を踏み分けてだんだん山中入ってまいりました。 普通のものならば腹は減っているし船は波に揉まれているし寒気に閉じられてここで凍え死んでしまうのでしょうが徳川の天下に手をかけようというくらいの大胆者なかなか死ぬようなことはないだんだんと来るうちにちらちらと見える10日さては山ががあると見えるあれ行って頼もうと10日を頼りに来てみると人里離れた山の中の一軒家お頼み申しますおいと答えて 出てきたのは四十五六になる目のぎょろりとした男なんだね私は熊本の者のでございます大阪へ参る途中南風に出会い運よく命は助かりましたがこの山道へかかって道に迷い難儀いたしていますどうか今夜一晩泊めてくださいましそうかそれは困るだろうこっちあがんだぜありがとう存じます わらじをとって上え上がる。男は開業の様子をじろじろ見ていたが。お前さん、金でも持っていなさるんかはい。少々ばかり持っておりますので、うっかりしたところは泊まれませんから、ごム視を申したのでございます。ああ、そうか。金を持っていちゃあけんのんだ。この家なら大丈夫だ。何しろ主治は今、奥で酒を飲んでいる。いずれ明日、 朝になったら挨拶をするだろう。疲れていなさるだろうから、こっちへ来て、すぐに休みなさるがいい。腹はいいのかねはい、空いております。空いているなら、今、飯を持ってきてやる。ありがとう存じます。ついでに、どうか、お酒を一本。酒 大抵なもんは飯でも遠慮するもんだがな酒までねだるとなかなか遠慮がないなええ私は人見知りをいたしませんああはははおもじれえ人だ一前案内をしてその男は出て行ったがまもなく飯と酒を持ってきてくれる会議は食事を終わって聞いておいた川や 用を足ししてて部屋へ帰ろうとして考えた待てよさっき取り次ぎに出てきた男の人相がよくないなこの家なら大丈夫と言っていたがこんな一軒家にいるのだからろくなことをしているのではあるまい主人は奥で酒を飲んでると言うがどれどんな様子だか見てやろう耳を傾けると奥の方でガヤガヤ話し声が聞こえるもとより大胆不敵な会議を足音を忍ばせてきた奥の座敷 すの外に立って、隙間から中を覗いてみると、明かりをカンカンつけて、正面にいるのは、年頃三十七八になる、目のギョロッとした浪人。熊の皮を敷いて、その上へどっかり座り込んで、後ろには刀掛けがある。そばに槍だの弓、鉄砲などが飾ってある。それと向かい合って座っているのは、四十二三になる、これも浪人者。他に若い者が三十人ばかりごたごた固まっています。 おい、熊蔵。それじゃあその止まった若いやつというのは金を持っているのか。ええ。四百や五百は持っていようと思います。そうか。とんないいカモが引っかかったな。おお赤川。それでは今のうち片付けてしまったらどうだ正面にいるのは赤川という名前らしい。いや、藤井、待てよ。止まってるんだ。 そういそうことはねえさゆっくり飲んでから仕事にかかったって十分間に合ういやそうでもねえさ気がついて逃げ出されたらそれっきりだぜそうかんじゃ酒の魚にそろそろやっつけちまうかとんだ酒の魚があるものです見つかっては面倒と思ったから会議を足音を忍ばせて元の部屋へ帰ってくると何と思ったか お墨付きを懐に担当前半にたばさみ、きちんと座ってしまった。山刀を取って腰に打ち込んだ二人の浪人、若い者を先に立て、見知り見知りとやってきて。おい、熊蔵、障子を開けろ。ええ、ガーテンでございます。初めて、楽院を名乗る。熊蔵というやつが、 ガラリッと障子を開けてみると、寝ていると思った会業が目の前にきちんと座り込んでいるから。あや、起きている。おい、若えの、起きていなすったんか。この時会業、いたけだかになって。ゲロー、ブレ礼であろう。下がりおれ。と怒鳴った。なんだいこいつは。ずいぶん芝居がかってやがるな。ゲロー、ブレ礼であろう。 下がり俺だとよ。かしら野郎生きてやすぜ。なるほど。おい若えの、何が無礼だ。そのほどもは山賊であろう。我を何と心得る。かような卑しき姿にて統計参りしゆえ、そのほどもはよう殺害いたして、蓄えの金子を奪わんといたす所存と見ゆる。望みたあらば金子は糸いなく使わす。しかし、無礼をいたすにおいては、その分には捨ておかんぞ。 おやおや、大変な騒ぎになっちまったな。無礼をすると、その分には捨ておがねえとよ、かしら。驚くかと思ったのがこの有様赤川六之助、藤井左京の領人。先を越されて少しく驚いたようでございます。その方ども、よーく承れ。今かような姿をいたしておるが、世は当将軍、吉宗公の楽員であるぞ。 父上が元六郎の昔、奇襲表におわせし頃、我が母、沢野に対して仰せられるには、今は部屋住みのみなるによって、すべて自由にならず、よって平山の暁は願い譲るようにどうせあり、お証拠物を下し置かれたのは、お墨付きに担当の仁科、この度父上よりのご内命によって、江戸表へまかり越す途中。こと表向きになるまでは、 人目に立たざるようにとのご注意により、各下人に姿をやつしおるが、この家に仮の宿りを定めしも何かの縁。その方どもも、ただいまより改心いたすとあらば、早々江戸も表目失礼、次第によれば重く取り立てて使わすが、所持の金須に心迷い、世に対してブレをいたすにおいては、その分には捨ておかんぞ。どうじゃ。もとより改弁の改良、口から出まかせに喋り立てて、次第によれば切って捨てんと身構えた。 この海行という男、悪い奴ですが、不思議に威厳がある。その様子をじっと見ていた赤川六之助。へえへえ、と言うと、それへ徹服した。頭が平服をしたから、藤井左京も手下の者も同じように、それへ両手をついて平服をした。かかる尊きお方と心得ず、王政のごとく、ご所持の金騒奪いとらんといたせしは、重々の誤り。 当将軍家のご楽院とは、恐れ入たること。それがしことは、三老人赤川六之助と申す者。手前は藤井作業と申するものにございます。つきましては、念のため、そのお証拠者、拝見をおせつけくだされば、ありがたく存じまする。会議を腹の中で締めたと思ったから。うーん。不条のその方どもの手に渡すべきものではないが。 しかし、念のためとあらば。このところにおいて店使わす。付き添いの者ども追い払い、その方ども両人、身を清めてこれへ参れ。左なきにおいては見せることあいならぬわ。はは、もっともの大勢、恐れ入り立てまつります。やいやい、てめえら、何をぼさっとしてやがる。さっさと次へ下がれ。へえ。早くしろ。目通りかなわぬではないか。かしら。 真似をしちゃいけねえ。手下を残らず遠ざけ、赤川藤井の両人、うがい長寿に身を清めて、再びそのところへ参りました。差し出す担当、お墨付きの西名を見たが、人間は偽物でも、この西名だけは本物です。赤川藤井の両人は、生じ目が効いているだけに、驚いた。西名をそれを置くと、はっと後ろへ飛び下がって。へえ かかる恩かとおときを身分とは知らず、戦国よりのご無礼のた何とぞお許し下しおかれたく存じまする。<laughs> うん。改心いたすとあらば許しつかわす。ただいまよりその方ども両人、江戸表へとも申しつけるが、ともいたして参るかどうかじゃ。それともやはり、この山がにおるか恐れ入りましてございます。 手前どもは身の置きどころなきままにかような山がにあってよからぬことをいたしておりました。しかしもとより両人はとろう人、生涯山賊にて口当てんこと残念に存じまする。しからばただいまより我が家臣といたして江戸表へ召しつれるであろう。ええ、恐れ入ったろう言葉。何とぞこれより我々ども両人お召し抱え下しおかれ、江戸表への音も仰せつけられると存じまする。 うん早速の承知喜ばしく存ずるさらば主従六海の杯をいたすによって早々用意を致せいたせ一切かしこまり立てまつるすぐに長江の調子杯を取り出しそこで主従六海の杯時に赤川六之助と申するは名が面白うないそちは体が大きいから大善と名乗れ母、はあ、ありがたき幸せに存じます 藤井は、藤井左京のままでよいぞ。ああ、恐れ入りました。さて、両人、改めて申すことがある。思考進め。はは陰謀の陣、第一歩。前へ進んで頭を下げている。その様子をじっと見ていた会議を、にやりと笑って。大前、左京。 俺が将軍の娯楽院に見えるかなんと押せられますいやさ俺が将軍家の娯楽院に見えるかよああ見えるかとは <laughs> 実は俺は偽物だ、ええ、将軍家の娯楽院でもねえし実は紀州和歌山平野村の観音院という修言者の弟子源氏坊開業という山伏だ うん、驚いたな。では、その証拠物というのは、偽物かいいや、こいつは本物だ。こうなったら残らず話をするが、実はこれこれこういうわけだ。と、おさんばあさんを殺した一条から、師匠の観音院を毒殺した一件、肩の裏で犬を殺して、その血を衣類に塗りつけて、これこれと残らず話をいたしました。当人は偽物でも、 証拠は確かだから。うまくいきゃ将軍の跡目にならねえ限りでもねえ。その覚悟で今日までやった狂言だ。どうだお前たち。俺と一緒に江戸へ乗り込んで、どこまでも将軍のご楽院として、俺の仕事を助けてくれねえかそれとも、騙されたのが悔しいから、殺してしまうというなら殺してくれ。逃げも隠れもしねえよ。二つに一つの返事をしてくれ。どっかりとあぐらをかいた。 あまりのことに赤川夫人の両人は、しばらくの間呆れて開業の顔を見つめておりましたが。おい赤川よ。世の中には不定奴があるもんだな。うん。俺も驚いた。おい若えの。おめえいくつだ二十二だ。二十二まだ二十二でこの様子といい。このクソ度胸。ことによるとこの狂言、うまくいくかもしれねえぜ。どうだ 一つこの男を担いでみるか。うん、赤川。おめえがその了見だってえなら、俺もその気にはなるが。しかしな、大丈夫かそいつは運任せよ。証拠者が証拠者だからよ。東京の据え方によっちゃやり遂げるだろうな。それじゃあわけえの、俺たち二人も腕を貸すとしようか。うん、片棒担いでくれるか。 それはありがたい。だが、これから先国々を将軍の娯楽院と名乗っていかなくちゃならない。お前たち二人が、この俺を海洋という山伏だ、偽物だと思うと、自然と俺を馬鹿にするようになる。下手するとどうしても娯楽院の箔が落ちる。売り物には花を添えなくちゃならねえ。そのつもりで、お前たち二人も、どこまでも俺を八代将軍の娯楽院だと思って、大切にしてくれなくちゃいけねえぜ。 赤川泰然膝を打ってうーんなるほどな藤井この音がえれえぜ何事も勇気届いていやがるよく言った偽物と思って扱うのと本物と思って扱うのとは大層な違いだよしそのことは心得たところで手下はどうする手下をどうするとは お前たちには事を打ち明けたのだから差し支えねえが手下のやつらは何にも知らねえ明かした後でこれこれと喋らねえ限りもねえその時は不都合だぞうーんそれじゃあどうしたらいんないんだいどうしたらよかろうなんて聞くまでもねえだろ閉めちまえ閉めてしゃもと間違えちゃいけねえやしかしお前は万事行き届いた男だよし 後々の邪魔になっちゃいけねえな、しめちまお。とうとう手下の者三十人、毒酒を持って残らず殺してしまったのは、あくまで残忍なやつそうそう、これでいい。それでは今言った通り、どこまでも娯楽院ということにしておくれ。心得た。力は大善、左京、図が高い。まだ早っつの。今日より改めて。 そのほども家来のうちに加えつかわすからさよう心得ずい随分中勤を励んでよかろう。おやおやとうとう家来にしちまいやがった。えへへありがたき幸せに存じたてまつります。バカにしたやつです。その時に藤左京が時に赤川これから先は江戸の大舞台乗り出すんだ。俺たち二人っきりじゃ脅しがきかねや。 これから叔父のところへ行って相談をしてみようと思うんだが、どうだああ、藤井、いいところへ気がついた。それでは上洛院行って話をするか。これを聞いて海業が。その叔父というのは、誰のことだ実は、時の老中柳沢才の神と腹を合わせてことをしようとした、水戸の家来の藤井問題夫というのが、俺の親父。 悪事がばれて黄門様に手打ちになったが俺はその自分には年がいかねえからただ追放で済んだんだが親父の藤井問題の弟で俺のために青字にあたる天中坊というのがある。おおそれはどこにいる美濃の国長洞村の長さ山上洛院というホッケ寺に住職をしているがもう七十余りの老人天中坊日清というのだ。 近所じゃあ生如来様だとか、日蓮商人の生まれ変わりだとか言ってるが、そこは俺の叔父、この天柱坊、酢でもこんにゃくでも食える坊主じゃねえんだ。その代わり、悪い方の話なら、よーくわかる。おー、太い坊主だな。へっ、太いといや、おめえとどっちが不いかわからねえや。そこへ連れて行って、事を打ち上げて話をしたら、またいい分別があると思うんだがね、東大。 うんそれはいいところへ気がついたそれではそこへ連れて行ってくれ承知したそういうことにしようしからば大善左京また始めやがったこれから三人この山がへ火を放って煙をあとに伊予の山中を立って美濃の国長洞村へ乗り込んでまいりましたここに長洞山上洛院というホッケ寺がある 住職の天坊日清これがこの講壇の中でも大建物。悪いことにかけては目から鼻へ抜けるという代物だけに、赤川、藤井よりは上手でございます。異彩のことを二人から聞いて。そういうことならわしも人肌脱いでやろう。善は急げ。早速取り掛か,かることにしよう。難妙蓮影響。 嫌な坊主があったものです。善は急げもないものだ。ここで一作を巡らして、天柱坊の弟子の天一坊という、ちょうど開業と同年、これが開業によーく似ている。ことに日頃から。天一さんは色が白くって品がいい。お大名の若様のようだ。 と言われているのを幸い。この天一坊という若草を占め殺し、開業天一坊と名乗らせ、当将軍家五楽院ということを言いふらしたから、元より正直な地方の人たちですから、これを誠と思って、毎日上楽園へ来て、天一坊を遠くから拝むというような始末。 この頃では上洛院の入り口には紫地に青いの門を染め抜いたる満幕を打ち巡らし、本堂正面にあった七面大菩薩の像などは傍らへ取り片付け、門の入り口には板書をしつらい、ここには門付き羽織を着用した武士十人が眼前と控え。左右には鉄砲二十丁、長江二十筋、弓二十針、番手桶、け、森砂、敷砂。 筑房さすまた袖がらみなどが仰々しくずっと飾り立ててあるという大層な脅かし方でございますたちまちこのことが金豪金在の評判になりましたから四方から将軍様のご楽院を拝もうというので参詣の人が引きも切らずその再選銭ばかりでも大変上楽院は時ならぬ金儲け昼間は天一望水の中にあって左様しからはいらせられましょうといかめしくやっているが 人が寝静まってしまうと奥の人まで天一坊、天中房赤川藤井の4人が車座になって酒を飲むというありでございます。